ストールスタットは1910年に入滑するアポンタインでアームストロングホイットワースにより建造された6 0 2 8 g r t のノルウェーの石炭船である。この船は第一次世界大戦中の1917年3月8日にドイツ潜水艦 U-62 に来撃され沈没した。ストールスタットはエンプレス・オブ・アイルランドと衝突し、 同船を沈没させ千人以上の死者を出した事故で、最もよく知られている。ストールスタッドは、ドミニオン石炭会社の石炭を積載して、ノバスコシア州シドニーからケベックへ向かっていた。1914年5月29日、ストールスタッドは、ポアント・オペール付近のセントローレンス川で、エンプレス・オブ・アイルランドと衝突し、エンプレス・オブ・アイルランドの船体に14フートの、 穴を開けた。エンプレス・オブ・アイルランドは14分で沈没し、乗客、乗員合わせて1012人が死亡した。生存者は465人であった。事故当時の当直は一等航海士のアルフレッド・トフテンスであった。ストールスタットは沈没せず、救助を支援するためすぐそばに停戦しその5選手に損傷を受けていたが、ケベックの港に到着した。 エンプレスオブアイルランドの所有者であったカナダ、太平洋鉄道は、ストールスタットの所有者に200万ドルの賠償を請求した。保証として、ストールスタットは和解の一環として、カナダ太平洋鉄道に与えられた。ストールスタットは17万5 0ドルで売却された。この船は、ノルウェークリスチャニアのダンプスキブスクリベネス A、S が購入し、 AF クリベネス &COO により運行された。第一次世界大戦中の1917年3月8日、ストールスタットはファストネットロックから45回離南西の大西洋上でドイツ帝国海軍の U-62 に撃沈された。これにより、ストールスタットの乗員3人が死亡した。ありがとうございます。